岡山県道56号湯原奥津線の紹介です。今坂山と奥津温泉から湯原温泉までを結ぶ道です。この道最短ですが、運転に自信のない方は遠回りをして80キロ回っていた方がいいです。温泉から温泉を結ぶ道となっています。箱峠をまずは越えていきます。奥津川からスタートです。いきなり急な坂がスタートしていきます。速度調整には気をつけていってください。山の上の集落に上がってくると、たたらの展示館などがあります。前半は2車線の回送路となっています。のんびりとした田舎風景を楽しむことができます。途中、県道65号久世中和線と交わった後から、別れた後からはひどい道となります。ここからは泣きたくなるような狭さ、カーブが続いていきます。また同じような風景が続くので、タヌキに化かされたような風景になります。運転する際は気をつけて走行していってください。以上、起床時通行規制区間の看板が出た後からが本番となります。ブラインドカーブがあります。特に鏡野町と真庭市の市境あたりがとても狭くなっています。そして集落が見えてくると、湯原の森地区というところに降りてきます。ここは式内八社があるところとなっています。のんびりとした田舎風景を楽しむことができます。ここから湯原温泉郷の方に降りていきます。この道普通に走ると50分ほどで抜けることができますが、運転に自信のない方はかなり時間を要すると思うので、迂回していった方がいいと思われます。奥津温泉から湯原温泉までは最短 25.3 キロで結んでいる道となっています。奥津鏡ちゃんから湯原沢ちゃんまでを結んでいる道となっています。かなりな急峻な山の中を進んでいくようになります。岡山県道56号湯原奥津線 25.3 キロの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。